皆さんこんにちは、カレンゲームラボのカレンです。今月はゲームの祭典東京ゲームショー2022の開幕です。残り7日となりました。イエーイ。幻冬やらハガレンやら話題のスマホゲームがリリースされる中、今回の最新スマホゲーム情報は3年ぶりにリアル開催の東京ゲームショー2022に出展される企業の中で、私カレンが注目している企業の最新作と、さらに今後リリース予定の注目タイトルをおさらいを兼ね紹介していきたいと思います。今回紹介するタイトルはこちら。海外最新スマホゲーム情報というとこで、1つ目はハイパーグリフのエクスアストリス、2つ目はオタクゲームスからスルーズ、3つ目はブラックボックスゲームスのメカアタック、続いては東京ゲームショー2022出展予定のホヨバースより崩壊スターレール、ゼンレスゾーンゼロ、さらに出展企業となっているフロゲームからワザリングウェーブス、以上6タイトルを紹介していきたいと思います。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム情報を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目はエクスアストリス。開発会社はアークナイツでおなじみのハイパーグリフ。本タイトルはスマホの買い切り型タイトルとなっており、無料ではないというところでなかなかチャレンジしてますよね。世界観は SF× 異星古代文明ということで、主人公は自転と公転の周期を等しく、恒星に対して常に同じ面を向けている惑星探査の任につき、そこで異星の人々と出会い共に旅をすることとなるとのことで、この惑星ってリアルだと月をモチーフにしてそうですよね。そしてなんといっても美麗なグラフィック表現で、開発者さんのインタビューでも相当のこだわりがあるようです。髪のエフェクトや衣装の装飾品、レザーと布の動きにリアルさを持たせながらも、キャラクター自体は二次元キャラに見えるような工夫がされているとのことで、この PV 見ても分かるようにかなり綺麗な表現で、なんといってもこの光の加減、光源処理が絶妙なんですよね。そして奥行き感もすごい、力の入れ具合がやばいって感じがします。でバトルは単性の戦略性とアクション性を兼ね備えたハイブリッド型のものとなっており、アクション面では防御や防御反撃といった要素があり、防御反撃時にはタイミングよくカウンターボタンをタップすることで反撃することが可能、ちょっとしたジャスト回避的な要素が組み込まれているイメージ。よくある単性のバトルやポチポチオート系のバトルと違い、複雑な操作がなく簡単にアクションが楽しめるといった感じとなっている印象です。本タイトルは8月に本国版でアルファテストが行われており、まだまだ開発段階ではあるものの、現時点でこのクオリティが出ているので、今後ますます良い状態に仕上がってくると思います。期待したいところです。ただ売り切りタイトルというところで、どこまで普及するかは未知数ですね。2つ目はスルーズ。開発はオタクゲームスで、ジャンルは 3D 弾幕空戦アクションとなっており、世界観は近未来 SF、 物語の概要は突如として現れた天空生物により空を支配されてしまい、それに対して新エネルギー元老の力を手に入れた少女たちが空を奪還するも、天空生物との戦いは長きにわたり継続しており、スルーズ空戦団が空を守るといった内容。美少女 ×3D 弾幕空戦アクションということで、ジャンルとしては最近のスマホゲームではあまりないタイプで、身近なところでは東方プロジェクトの弾幕シューティング、あるいは CS タイトルなんですが、ニーアオートマタのシューティングステージでこんな感じのがあったような気がします。で本タイトルはリリースされたら間違いなく話題性の高いタイトルと思われ、本国ではアークナイツ級のヒット作となるのではといった前評判もあり、側替えの量産型二次元タイトルとは一線を越える作品となっております。で本タイトルはキャラのクオリティはもちろん、これ重要、 TPS 視点のシューティングではあるものの、しっかりと弾幕していて、各キャラ固有のスキル発動時の演出のこだわりなど、かなり力が入っている内容と考えられます。リリース時期に関してはクローズドベータテストが近日実施されるということもあり、さらに多人数型のゲームではないというところから、負荷テストを兼ねたオープンベータテストを行わなければ、早ければ本年度中には遊べたりするかな。
遅くとも来年春までにはリリースされそうな予感がします。この手のジャンルはあまりプレイしないのですが、クオリティが高いのでそれでも遊んでみたくなってしまう作品です。興味のある方はぜひ公式サイトもオープンしているのでチェックしてみてください。続いて3タイトル目はメカアタック。タイトル名合ってるかは不安です。開発はブラックボックススタジオ、ジャンルはアニメ調オープンワールド RPG。 本タイトルはまだ開発序盤のもので、詳しい世界観とかわからないのですが、 SF 系なのかなといった印象。ちょうど2ヶ月ぐらい前に Twitter でたまたまこのゲーム発見し、追っかけてみたところ、インディーゲーム系で個人で制作されている感が強いんですが、まあ、知っている方がいたらコメントをいただけるとありがたいです。とはいえまだまだ開発段階でこのクオリティすごいですよね。開発者さんはどうやら進撃の巨人に影響されているらしく、立体機動装置をモチーフとした移動手段でアニメ調のキャラが移動しバトルを展開していく感じがスピード感もあって見ていて気持ちいいですよね。現状わかる範囲だとガンシューティングに近い印象ですが、近接攻撃もしっかりあり、アクション性も高い感じがして楽しめそうな印象。この様子だとエアリアルコンボもできたりしそうな感じですよね。個人的にはこの手のアクション大好きで、2014年に PS ビータでリリースされたフリーダムウォーズってのがあってだな、これがまさに立体機動の理想形なんですよね。続編出ないかな。話が逸れてしまいましたが、そんな立体機動ができてしまう本タイトル結構楽しみなんですが、強いて言うならキャラデザインのクオリティをもうちょっと上げてほしいといった印象。開発者さんよろしくお願いします。リリース時期については中国ゲームストアでは事前登録も開始されているので、近いうちにアルファテストあるいはクローズドベータテストがあるのかなと思うのですが、詳しいところは追って紹介していきたいと思います。続いて紹介するタイトルは東京ゲームショー2022でも出展されるであろうタイトルを紹介していきたいと思います。すでに擦り切れるぐらい紹介しているタイトルたちで、そして各所でいろいろな情報も出ているので記述の内容となりますが、ゲームショー前におさらいを兼ね紹介していきたいと思います。まずは気になる出展企業の一つ目はホヨバース。今更ですが軽くホヨバースについて紹介。原神を皮切りに一気に知名度の上がったミホヨの子会社で、シンガポールに本社を置くゲーム開発スタジオコーノスフィアが立ち上げた新規ブランド、原神崩壊サード、未定事件簿崩壊スターレール、ゼンレスゾーンゼロなどアニメ調で描かれる作品を得意としており、崩壊スターレール、ゼンレスゾーンゼロが今後リリース予定となっております。そんなホヨバースが今回東京ゲームショー2022に出展するとのことで、まだどのタイトルが出展されるかは不明ではありますが、想定では今後リリースされるタイトルがメインとなり、崩壊スターレール、さらにゼンレスゾーンゼロが公の場に登場するのではないでしょうか。崩壊スターレールは同社が手掛ける崩壊学園や崩壊サードを受け継ぐタイトルで、仲間たちと共に劣界の謎を解き明かす迷宮探査や没入感のあるストーリーを楽しめるのが特徴とのこと。登場キャラクターには姫子やゼーレ、ベルトなど崩壊シリーズで見覚えのあるキャラたちも登場。バトルはターン制となっており、スキル演出はもはやアニメを見ているかのような感じで、クオリティの高さがうかがえますよね。リリース時期は未定ですが、純正テストといわれるベータテストも2回実施され、さらに3回目のテストも実施される予定。ベータテストの回数がやばい。クオリティを極限まで上げていく感じが国産スマホタイトルとの違いが見受けられます。3回目のテストは長期テストとなっていて、参加者は18歳以上が対象で、さらに秘密保持契約を結ぶため、ゲームプレイなどの情報が公開されることはないと想定します。多分ですがテストも最終段階に入っていて、リリース時に近いロムでのテストと思われます。ツイッターもキャラ紹介などもされていて、リリース前の最終仕込み段階って感じで、あとはツイッターキャンペーンなど始まればもう間もなくって感じですね。早く遊んでみたい。ここまでいろいろと準備されている中、東京ゲームショーで出展されたらリリース時期の発表なんかもありそうですよね。マジで気になります。続いて2つ目は同社が手掛けるゼンレスゾーンゼロ。かなりスタイリッシュでノリの良い感じが伺える本タイトルは、
災害後の世界を舞台とした都市ファンタジーがテーマの新作アクションゲーム。5月に突如として公開されたティザーサイトは、5月13日に何かがあるぞといった匂わせもあり、ファンの期待を高めつつ、当日は公式サイトオープンと同時にベータテスト開催もアナウンスされ、8月にベータテストが実施され遊ばれた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。本タイトルは魅力的な物語の他にも、爽快なアクションと戦闘システム、ハイクオリティなグラフィックとエフェクトが楽しめ、さらにローグライクシステム導入により豊富な探査要素が楽しめるとのことで、崩壊サードや原神で培われたノウハウの良いところを踏襲した感じとなっております。こちらもリリース時期は未定ではあるものの、ベータテストが終了していることから、多くてあと1回のテスト、あるいは今回のベータテストのフィードバックをもとに改修を行いリリースといった流れもあるので、本年度中あるいは来年度初頭にはリリースされるのではないでしょうか。今年後半から来年は崩壊スターレールや全滅ゾーンゼロなど、ホヨバースの勢いが止まらない無双状態に突入する予感がします。続いて気になる出展企業はクーロゲーム。優れたグラフィックとアクション性で世界中のプレイヤーの注目を集めたパニシング・グレイ・レイブンで一気に名が広まった中国広州に本社を置くゲーム開発スタジオ。出展が予想されるタイトルはツイッターでも話題となったワザリング・ウェーブ。高いアクション性とアンリアルエンジン4を採用した美麗なアニメ調グラフィックスをポストアポカリプスな世界観に落とし込んだ内容で、オープンワールドを多彩な手段で自由に移動することができ、かなりスタイリッシュな戦闘を行うことができる作品となっております。現在公式からの最新情報は7月23日で止まっており、同日に中国で配信されたタップタップショーケースでゲームプレイのデモ映像が公開されたことと、本国でベータテストが終了したといった感じです。ベータテストをプレイされた方の映像を見る限りだと、かなりスタイリッシュかつスピード感のあるバトルが体験できる印象。現時点でリリース時期は未定ですが、グローバル展開が視野に入っていることから、今後はグローバル向けのベータテストが実施される見込みとなります。そうなってくるとリリースまでまだ時間はありそうですが、このタイトル事前情報が全く出てない状態の中、突如として開発してたことを発表し、かなりインパクトとサプライズ感を出してきたので、もしかしたら年末頃にはグローバル向けのテストが行われ、来年春頃にはリリースされる可能性があるかもしれません。また巷では原神を超える可能性を秘めたタイトルと噂されておりますが、ユーザー層がちょっと違う毛色なのかなと思うので、比較することは難しいと思うのですが、リリースされたら間違いなくセルラン上位に君臨するAAAタイトルと推察します。7月23日のタップタップショーケースではちょっと物足りなさがあったので、今回の東京ゲームショー2022では最新の情報が告知されることを期待したいと思います。はい、ということで今回は最新のスマホゲーム情報と東京ゲームショー2022で気になる出展企業のタイトルを紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれもやばいくらいクオリティが高く、来年は怒涛の黒船ラッシュが巻き起こりそうな予感がしております。もはや日本のゲームメーカーでは開発資金力やアイデアでも太刀打ちできないような状態になっているのではないでしょうか。大きく稼ぐというよりかは中堅的な立ち位置で足踏みしてしまいそうな予感がします。また今回紹介しているタイトルのうち数本は PC とのクロスプラットフォーム対応となっており、もはやスマホゲームの域を超えていて、スマホゲームの設計思想をもとにがっつり遊べる CS タイトルっぽいのをクロスプラットフォームという形で提供している気がします。当然スマホ人口から考えると、スマホでもしっかり遊べる内容に落とし込むといったところが、国内のクロスプラットフォームの考えとはちょっと違ったものと推察します。今後流行っていくであろうタイトルはクロスプラットフォームが当たり前のゲームが増えていくのではないでしょうか。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。